マキズを持ち、ドイツ、デュッセルドルフの聖ジェームスの天礼のお祝いを主催する、聖教の司教。聖ジェームスの天礼または、ジェームズ支持者天礼は、いくらかのキリスト教教会の間で、まだ使用されている、東方の多種多様な生態礼儀のうち最も古い、完全な形である。の天礼には、イエスの兄弟であり、エルサレムでのユダヤ人キリスト教との間の、大司教だった。 偽人、ジェームズの名前がついている。聖ジェームズの天礼は、教会で一般使用のために発達し最も古い、生き延びた天礼であると考えられる。唯一の決定版は、ドム・チャールズ・メルシエにより出版された、東恐怖学、巻26である。初期の教会の賛美歌制作者は、歌われる祈りの言葉と音楽的な音階の調子の両方を、 共同体の人々が一冊の写本だけで歌えるように作った。不評と音階の日誌方式の仕組みが中世に採用される前に使われた戦立的な調子及びそれらの長さを示すネウマに注釈が本文に対応して記録された。賛美歌すべての人の肉を静かに保ったしめよは、また、ローマカトリックラテン式典礼で宗派応答家の語りへの代案として一般的である。 ありがとうございます。